今日はね、いつもと違ってね、パン屋さんで撮影していきたいと思います。で、来てるのがこちら、ウデフラスさんでございます。かなりね、チェーン店として有名だし、パン屋も安くて美味しいっていうところを皆さんかなり知ってるんじゃないでしょうか。で、今回来たのは、前回に続いて、なんと研究室の、方が働いてるっていうところで、僕の同期ですね、今回やらせてもらいます。でもそれだけじゃなくてね、みんなには必ずこのパンの魅力を今日はお伝えしたいっていうところでやっていこうと思うので、ぜひ最後まで見ていっていただければなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。でね、なんとこのお店ではちゃんとコロナ対策もしっかりしているんですよ。検温の実施、体温 37.2 度未満の従業員のみ勤務しておりますというところで、でなんとね、今撮ってくれてるの僕の研究室の同期なんですけど、この間なんだっけ、37.1 度なったんですよね。はい、そうですよね。はい、ね、なったっていうところで、ちゃんと店員さんとして、返すっていうところがしっかりしてるので、皆さん楽しみにね、してきてもらえればいいなと思います。ちゃんとね、アルコール消毒もしていきたいと思います。さっぱりしたね、甘いのがね、結構好きなんですよ。やっぱり定番メロンパンいってみようかな。これいってみます。中にアルクリーム入ってるんで、いいと思いますよ。はい、店長のおすすめ、チョコ好きにはたまらない、こしあんを桜風味の生地に包んだベーアラレ、米入ってるパンの丸い米、そうっすね、そうっすね詳しいの分かんないけど甘くないのでおすすめないですね。まあこのスモークチーズさんとかはすごい美味しいと思います。これはい、パンのモッツァレラチーズとマヨネーズをフランスパンにするスモークチーズを表面にして焼き上げました。ちょっとこれいただいてみたいと思います。大体このぐらいでいきたいと思います。スモークチーズハンバーグ、これ甘くないですね、必ず1個必要だから、食べていきたいっていうのと、あとはクリスピーチョコクロワッサン、これも店長おすすめなので今回買いました。あとはこちら、米が周りに米のあられがついてる桜パンと、あとは定番のメロンパンを、買っていたので、こちら今から買っていきたいと思います。このパンと、蜂蜜バナナジュースを、イートインでお願いします。はい、これ何作ってるんですか。コーヒー、サイフォンコーヒー作ってます。サイフォンコーヒー、サイフォンコーヒー、サイフォンコーヒー、イタリア、どこのやつ、ブラジルとかその辺だと思います。ちょっと調べます。それではいただきます。やっぱり最初はバナナジュースかな、ね、うん、めちゃくちゃ美味しいです。試食した後も自分で作ろうかなと思って。家で、あ、そう、あ、美味しい、美味しい、あ、すごい、バナナの甘みと蜂蜜のなんかこう濃さっていうか酸っぱさみたいなのがかなりいいね。まあちょっとこっちのいちごバージョンももらったので今から飲んでみたいと思います。一口だけね。スムージーみたいな、これ新発売の桜餅パンいただいてみたいと思います。おまんじゅう、これおまんじゅうっすね。おまんじゅうだけど、このね、周りの米あられがこう独特性を出してるというか、そういう感じがします。春になった今だからこそおすすめしたい商品でございます。甘いもんがすごく好きなので食べてみましょう。あー、これね、チョコが外側もチョコって感じで、で中もチョコになってるんですよ。確かにこれは店長おすすめのチョコ好きにはたまらないっていう人にはかなりいいと思います。普段から、まあ、ガーナのチョコレートだったりロッテのチョコレートを家で食べるっていう人は絶対に食べた方がいい商品になってると思うので、ぜひ試してみてください。それではね、次にスモークチーズハムパン行ってみたいと思います。
味しいんだけど、これめっちゃ美味しい。これやばい、周りのチーズがねパリッとしてるんだけど、パンが本当に日本のあのあるじゃん餅、あの餅ぐらい柔らかい。すごい弾力があるんだけど食べ応えあって柔らかくて、でも口の中でバーッととろけるっていうのはすごく魅力的なパンですよね。最後にメロンパンをいってみたいと思います。うん、これはねメロンパン。はい、ということでね無事完食いたしました。美味しかったですよ、ありがとう、ありがとうございます。はい、それではね最後まとめに行ってみましょう、どうぞ。はい、ということでね今日はね初めてパン屋の撮影してきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。楽しめましたか。こういう風に野外撮影どんどんやっていきたいので、ぜひ皆さん楽しみにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということでまた会いましょう、バイバイ。